皆さんこんにちは。徳島新聞の若手記者がお届けする聞く徳島新聞電子版聞いとく。本日7月7日の放送は徳島新聞メディア編集部の辻崎と富樫の2人でお送りさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日7月7日ということで、皆さん何の日かご存知ですか？7が2つ続いてるんで、ラッキーセブンの日。あー、ちょっと惜しいですね。7月7日といえば七夕ですよね。確かに言われてみればそうですね。七夕といえば小さい頃短冊に願い事を書いた人も多いと思うんですが、久しぶりに願い事を短冊に書きたいですね。番組後半では私と富樫さんの願い事について話し合いたいと思います。最後までごゆっくりお聞きください。それでは本日の気になるニュース3本立てでお送りさせていただきます。1本目のニュースは、徳島新聞電子版のコーナーラーメン巡礼から太陽軒を紹介します。徳島商業高校から歩いてすぐのところにある太陽軒、創業から50年以上も高校生や地域住民に愛されてきました。レシピを受け継いだ2代目店主は、2011年に先代である母が亡くなってからも味を守り続けています。昭和レトロな店内には店主手書きのカラフルなポップや数々のサイン色紙が飾ってあります。学生時代を懐かしんで数十年ぶりに行く人もいるでしょうから、あえて当時と変わらなくしているのかもしれませんね。ちなみにどんなメニューがおすすめですか？チャーシューがとってもトロトロで美味しいので、ぜひチャーシュー麺を食べていただきたいです。学生の頃通っていた人も行ったことのない人も、昔来たことあるような懐かしい気持ちになること間違いなしです。ぜひ行ってみてくださいね。それでは富樫さん、続いてのニュースをお願いします。はい、テイクアウト専門店食べ頃弁当が藍住町にオープン。46種類のバリエーションで選ぶ楽しさを。北島町にある定食専門店食べ頃がテイクアウト弁当の販売店食べ頃弁当を藍住町に先月27日オープンさせました。使う食材はすべて国産。本店で提供している料理に加えて限定メニューも用意し、和食と洋食合わせてなんと46種類も揃っています。46種類ですか？はい、毎日食べても飽きないほどレパートリー豊富ですね。本当ですね。毎日お店に行くのが楽しみになりますよね。ちなみにお弁当以外にもドリンクにも注目してほしいんですけども、一押しのナタデココ入りフルーツジュース、現在は3種類ありまして、私は、パイナップル&パッションフルーツをいただいたんですけども、凍らせたフルーツを細かく砕いて入れていて、ストローで飲みながら食べる、まさに新感覚が楽しめます。ビタミン C たっぷりのフルーツジュース、今注目の腸活に良さそうですね。ちなみに記事では触れなかったんですけど、このジュースの容器がとにかくすごいんです。とても硬く頑丈で高級感を感じます。で、ストローを刺す部分に、蓋がついており、パチって閉めると逆さにしても全く漏れず、私は新たにプロテインシェーカーとして再利用しています。まさに SDGs ですね。まさになんか地球にいいことしたなって感じてます。食べ頃弁当は事前予約にも対応しているため、待ち時間を短縮できます。オーナーの石川さんはバリエーションが豊富なので選ぶ楽しさを味わい、本店にも足を運んでいただけると嬉しいと話しました。続きまして、3つ目のニュースをお伝えします。すだちを手にした観音様が登場。子供の様々なすだちを見守る。徳島の特産といえばすだち。そんなすだちを手にした観音様の石像が神山町の吉祥院に設置されました。すだちと関連のある観音様って初めて見ました。徳島らしくていいですね。これから名物になりそうですよね。このすだち観音様は子供の姿をしていて、寺によりますと、子供が健やかに育つように擁護する無事成長、学校を卒業する卒業成就、一人前になる独立成就、そ
そして巣立ちの豊作を守護する商売繁盛と様々な成長巣立ちを見守ってくれます。この巣立ち観音が設置されたきっかけは7年ほど前、住職の兄さんの夢の中に巣立ち観音が現れたのがきっかけです。当時石材屋を営む知人にそのことを話していて、年月が経って住職はすっかり忘れていましたが、今年の5月中旬にサプライズで奉納してくれました。よく見たらこの観音像、巣立ちの部分が緑色になっていて可愛らしいですね。そうなんです。最初は色はついていなかったんですが、巣立ちが分かりやすいように後から色をつけたそうです。また巣立ち観音のお守りも発売しており、イラストが可愛く親しみのあるデザインです。新住職は巣立ちは県民に馴染みが深い、子供らの様々な巣立ちを願ってお参りに来てほしいと述べました。ここまでニュースをお伝えしました。本日のフリートークは冒頭でも紹介した七夕について話していきたいと思います。富樫さんはどんな願い事を短冊に書きますか？そうですね、私は野良猫とお友達になりたいって書きたいです。わあ、いいですねお友達増えてそうなんです。この間マリンピアを夜走っていましたら、橋の下に野良猫のアジトを見つけちゃいました。にゃんこちゃんが、親と子猫合わせて5匹ぐらいはいたんですけども、私の姿を見たらずっと警戒して噛みつかれそうになりました。で、野良猫ってなかなか人にね懐いてくれない個体もいるので、そこは神頼みしていつかお友達になれればいいなと思っています。仲良くなりたいからってその辺にマーキングしないでくださいねそうですね、おトイレは家帰ってちゃんと済ませます。そうしてください、はい、では辻崎さんはどんな願い事を叶えたいですか？今まで通り健康に過ごせますようにって願いたいですね。健康大事ですよね。徳島は糖尿病が本当に多いですからね。いやー、本当にそれだけが不安なんですよでこの間ね、久しぶりに人生2度目の献血に行ってきたんですよ、はい。で、1回目は大学生の頃に学校に来てた献血バスで献血をしたんですけど、はい、後から来た通知に異常値はなく健康だったんですよね。健康じゃないとね、大学生で不健康だったらまずいですよね。いや、そうですよ、お酒も飲んでたんで、はい。でもあれから徳島に移り住んで生活習慣もかなり変わったと思うんですよ。で、今回も通知が来て無事問題がなかったので良かったです。ございます。はい、なのでこれからも健康に生きていきたいなって思います。皆さんはどんな願い事を叶えたいですか？コメント欄でお待ちしております。本日のキートクはいかがでしたでしょうか？また来週の放送も楽しみにしていてください。それではさよなら。さよなら。